コソボ民主党は、コソボの政党であり、コソボ議会で最大の議席数を持っている。当世は、経済的自由主義であり、コソボの主要な中道右派政党である。党首は、元コソボ議会議長のカドリベセリである。コソボ紛争の後、初めて、コソボの首相に就任したバイラム・レジェピも、コソボ民主党に属している。他のアルバニア人政党同様に、 コソボの独立、自由と民主主義の立場を取っている。コソボ民主党は1999年5月14日にコソボ解放軍の政治部門からコソボ民主進歩党の名で結成されたが2000年5月21日に進歩の語がアルバニア語的ではないとの論争を受け透明から外された。2004年の総選挙では 党は28.9%の得票率を得て120議席中30議席を得るに止まり、45.5%の得票率を得たコソボ民主連盟に大敗を喫した。2007年11月17日の総選挙では、35%近くの得票率を得て、党首の橋サ幸は、勝利を宣伝し、一方的にコソボの独立を宣言する意向を表明した。 サチは22%の得票率を得て、第2党となった大統領ファトミル・セディウ率いるコソボ民主連盟との連立政権を樹立した。この選挙では、セルビア人の多くが投票をボイコットし、投票率は低かった。ありがとうございます。